大地震の日、僕は彼女と一緒にこの繁華街を訪れていた。そう、地震っていうワードがね、結構キーワードだったんだけど、それついに湊君が思い出すのか。その日は彼女の誕生日、どうしても彼女に喜んでもらえるプレゼントをしたかった。ところが手渡した直後に大地震が起きて。みなちゃん、危ない。アルメリア、バルコ姉ちゃん、アメリアみたいなテンションでちょっと言っちゃったけど今。真っ赤な画面になった。今チンスマッタ全部思い出した。このルートで急に大地震っていうねワードが出てきて、ちょっと俺もびっくりしたんだけど。井上アルトという人の情報を探してほしい。アルメリアは偽名だったんだ。彼女の名前は井上アルトだったんだよ。男だったのかな、あの人も。もしかしたらアルメリアという名前を覚えてる人なんているわけがなかったんだ。あれ、エルメス男、いやでも彼女っつってるな。手がかりなんて残ってるわけないと知りつつも、これさ、やっと男、え、見つかった、やっと見つけた手がかりなんだ。男なんじゃないの、エルメス。実は昔、大きな木の根元にまだ新しい、誰かが掘り返したような跡が残っていた。その木に関して大事な出来事を思い出す。そうだ、僕たちは確か10年後も一緒にいられることを願って、昔ここにタイムカプセルを埋めた。タイムカプセル発言きたわ。間違いない、これはその昔二人の姉と一緒に埋めたものなんだ。中を開くといかにも子供が好きそうなガラクタがたくさん詰まっているんだ。でもその中に異彩を放つものが2つ。2世代ほど昔のスマホ、10年前の話。そっか、スマホあるんだ10年前。俺にはもうわからないけど、半分に破れた写真。この写真は二人の姉に挟まれて笑う僕のスカバ姿が浮かび上がった。左がマリカで、真ん中がミナト君で、右が、でも私なんかがこんなに可愛い服を着てもいいのかな。ほら、私ってアルトって名前だし、髪型や顔だって、あれ、やっぱり男なのかな。せっかくの服になんだか申し訳ないよ。名前も本当男っぽいから、やっぱ男か。はるちゃんったらおかしい。そんなこと全然思う必要ないのに。アルトお姉ちゃんは自分の名前が嫌いなの？まあそうだね、明らかに男の子を意識した名前だからさ。神優美男の逆か。ねえアルちゃん、次はみなちゃんに女の子の格好をしてもらいたいと思わない？なんか急に話の内容急にガラッと変わったな、マリカ。さすがマリちゃん、気が合うね。マリカの性癖が今一瞬、ずっと同じことを考えて、あれ、まともだと思ってたのに俺、マリカ。一気に俺の幻想が崩れたわ。僕が女の子の服を、マリカの今性癖が見えたな。やだやだ、恥ずかしいよ。女の子のメイクや服を体験しておくとこの先で役に立つかもしれない。意味深だな。何事も意味深、この経験意味深。あの日のことは今でも鮮明に覚えているよ。ミナちゃんと初めて二人きりで遠くにお出かけした日だからね。お姉ちゃんへのプレゼントを探したいと言うから、内心胸がチクチクしていたけどね。数駅先の街での買い物、子供にとっては大冒険。確かに確かにそうだ。いろんなお店を見て回って自分の好みを全開で口出ししたりしてんね。みなちゃんも私もお気に入りのロケットペンダントを見つけられた。ああ、いつもつけてるやつか、みなとが。みなちゃんは私の心でも見透かしたみたいにこう言ってくれた。はい、アルトお姉ちゃん、お誕生日おめでとう。私の誕生日は全然違うんだけど。実はね、もう一つプレゼントを用意してきたの。それはなんと、アルトお姉ちゃんの新しい名前。ほら、ずーっと前だけど、ラジオネームみたいな感じ。お姉ちゃん、自分の名前が嫌って言ってたでしょ。だから僕、素敵な名前を考えてみたの。お姉ちゃんの名前は、今日からアルメリア。思いやりのお花から取ったから、ちゃんと女の子らしいでしょ。
アルメリアっていうその花の花言葉かな、これ思いやりっていうのは。思いやりと憎しみ。お姉ちゃんのことを花言葉はアルメリアちゃんって呼ぶから、お姉ちゃんも僕と一緒にいるときはアルメリアって名乗ってね。もうあれはね、拒否権とかないんだね。もう決定なんだ、確定なんだ。アルメリア、素敵な名前だね。それからアルメリアになったのか。アルメリアに、すごいな、アルト君名前3つぐらいあるな。シャアだな、シャア並みに名前持ってるな、自分の名前すごいな。ハッピーバースデーアルメリア。デビルマン、ハッピーバースデー。ありがとうミナちゃん、君の言う通り今日は私の生まれた日になったね。すごい、なんかデビルマンっぽいな、ここ。その日私は確かに生まれ変わった。その日一番の幸せ者は私だろうと思って。本当に一瞬でくず、え、ミナちゃん危ない。あ、ハルトお姉ちゃん。ああ、だからこれ地震のことだね。頭上でからガラスの割れる音がしたかと思うと、光の雨、宮沢賢治。大量のガラスの破片がミナちゃんへと降りかかるのが見えた。たまらず地面を蹴った。彼の盾になろうと両手を広げて、気づけば全身に包帯を巻かれて病室にいた。そんな時に現れたのがネメシア。急にか。え、なんでだろう、なんで目つけたんだろう。あ、姫神家の娘として生まれ、え、どういうこと。姫神家の娘として生まれ変わるか選択を求めた。なんで目つけたんだろう、エルメスに。明らかにメリットがない、確かに。どうして有名な女優が出来損ないの上、傷だらけの化け物になった私を美少女に従うのか。あ、こう言ってくれた。わかりますよ、これで全てが。謎が解けます。私にはあなたが必要なの。あなたみたいな子をずっと探してたわ。わかんねえ、なんでだ。後から知った話なのだけど、当時のネメシアお母様、ダリア お姉様が女の子らしく生きることを望まない。確か男っぽくと生きてるもんな、むしろ見た目は。喪失感に打ちひしがれていた。代わりの娘を探すために化け物。女の子らしく生きたいと強く願う患者が入院したらね、あ、病院勤めの夫。夫は医者なのか。に言いつけていたと。え、それであれなの？別の家庭の子供を奪えることってできんの？真剣を。今から2年前、ネメシマお母様と私は、長年の準備期間を経て、ついに世界の美少女館に意を申し立てるべく動き出した。あ、美少女館か。イメージみたいな感じ。価値観とかそういうことか。多くの犠牲を強いることになることも承知済み。世界に向けて戦うのか、こいつらは。そしてそんな日々の中で、私はマリカと再会した。あなたが噂の転校生ね。そういうあなたは戦マリカちゃん。知ってるよ、知ってるよ。1年生で姫王になった、すっごい人なんだよね。あ、噂通り可愛いね。そっか、先にマリカが姫王の状態だったのか。でエルメスが転校してきて、それに乗っ取ったのか。私もあなたみたいに可愛らしい。時系列がちょっと分かってきた。初めてお会いしますわ。これからよろしくお願いしますね。初めてお会いする。私は何年も前からあなたのことを知っているのに。いくら仕方ないことだと頭では考えていても、私の心にはどうしようもなく黒い感情が生まれてしまうのであった。姫王の座から陥落したというのに、案外平然としているんだね。その言い方はちょっと意地悪かな。私だってみんなの期待を裏切ってしまって心苦しく思ってるよ。でもね、私に勝ってくれたのがエルちゃんで嬉しいの。だってあなたはいつだって他のみんなの笑顔を考えている人だから。ねえ、まだ気づかないの？今の私はエルメスじゃなくてアルメリア。かつてあなたに親友と呼ばれていた井上アルトよ。世界は狭いな、おい。嘘、本当に、本当にハルちゃんなの？親友と呼んでいたくせに、この嘘つき。それは違うよ。ミナちゃんのことをあんなに嫌みったらしく自慢してたくせに、私がどれだけ辛かったと思ってるの？どれだけ苦しいんだと思ってるの？あなたから姫王の称号を奪い取ることができて心から嬉しく思うわ。
あなたのことなんて大嫌いよ。あら、やだこれ。やだわこれ。違うの。じゃ誰か呼んで。私は5年分溜め込んできた痛みが、苦しみが、悲しみが全部呪詛となって口から飛び出した。もう途中から自分でも訳が分からなくなって、気づいたら目の前が真っ暗になった。誰やいたのかよ。 どこにいたんだこいつ。お前早く来いよバカ。そこで目撃したのは、あ、飛び降りたのか。階段で頭を強打したのか。階段。必死にダリアお姉様が呼びかけていた。屋上から落ちたわけではない、階段から落ちたのか。どうなってんだこれ。どういうこと。入学式の日、マリカと最後に話した屋上で一人、自分を守り続けてくれた兄弟に心の中で別れを告げていた。オープニングに帰ってきた。一番最初の僕たちどこかで、急にこんなこと言うもんね。え？完全には気づけてなんていない。それでも彼は一目で私がいることを理解してくれた。この部分はマリカよりも洞察力高いね、湊君は。誰の記憶にも残ってないはずのアルメリアという存在を見つけてくれた。ミナちゃんへの思いが、これ読めない、何々を切って溢れ、もう抑えがつけられなくなった。どうしてこれでオープニングに帰ってきた。ミナト君、どうしたんだい、泥だらけじゃないか。あ、帰ってきた。ごめんなさい、どうしてもマリカ姉さんに伝えたいことができたんです。アルメリア階層からミナト君に帰ってきた。いかに大切な存在か、大切な存在か思い出した僕は、マリカ姉さんの病室を訪れた。どうしても姉さんには聞いてほしかったから。一体何があったんです？先ほどは電話で、マリッチョが目覚めるかもしれないと。このルート、アキラ空気だな。詳しい説明は後でするよ。まずは、アキラたちにも聞いてほしい。アキラはでも知らないよね、この時まだ。マリカ姉さん。アルトお姉ちゃんの遺言。遺言言ってる。僕が守りたかった姉さんは二人いたんだね。マリカ姉さんはそれを分かっていながら僕を守るために何も言わないでいてくれたんだ。僕が姉さんに執着しすぎていたのは、きっと二人分の愛情を全部マリカ姉さんに向けていたからだって今ならわかるよ。なるほどね。これで湊君のそのシスコン問題が解決されてねえよって話なんだけどね。めちゃくちゃ姉ちゃん大好きなんじゃないか結局っていうね。いつも僕を守ってくれてありがとう。でもこれからは僕が二人を助ける番だよ。アルメリアお姉ちゃんを助けるために僕も協力する。さあマリカ姉さん、そろそろ目を開けて。そんなで目開くの。僕たちでアルメリアお姉ちゃんを助けに行こう。今マリカの体がピクリと。なんでそうなるの。何かを言おうとしてますよ。これにはアキラも苦笑い。マリカ姉さん。マジか。マリカってなんかマリオカートの略称みたく見えてきた。なんか急に突然。なんだぞ。目覚めたんだな。待ってろ、すぐに医者を呼んでくる。あ、マリッチョー。マジか。おかえりなさいマリカ姉さん。マジか。